皆さんこんにちはレッグ専任講師の野田です今回は2023年の合格を目指す学習経験者向け野畑式ビルドアップコースについて説明していきたいと思いますよろしくお願いしますはい。で、この動画を視聴していただいてる皆さんおそらくなんですけども2022年の本試験を受験されて自己採点等もされたんですけども結果がかんばしくなかった 2023年は絶対に合格したいという強いリベンジの気持ちを持っていらっしゃる方だと思いますのでのリベンジの気持ちをしっかり受け止める講座としてビルドアップコースを説明していきたいと思いますで今回7期目ということになるんですけどもこれまでビルドアップコースは名古屋駅前本校通学のみの実施でしたイレギュラー的な形でこう通信講座っぽく実行することはできたんですけども7期目から完全に通信講座にも対応したのであの全国の受験生と一緒にこう勉強できることをまず嬉しく思っております でこのリベンジを果たすためのカリキュラムということでこのビルアップコースどんなコンセプトなのかどういうカリキュラムかどういう教材を使うのかについてこれからお話をしていきますねまず一つ目のポイントですちょうどいい講義回数とイン・アウトの絶妙なバランスで合格力を精とありますこのコースを作る際に多くの方からお話を伺ったんですけどもその中でいや講義回数が多いのはありがたいんですけど 多すぎると消化不良で終わらないんですよねとつまり講義の復習手一杯で繰り返すことができなくて知識定着しないまま本試験を迎えちゃうんですよねという意見があったりですとか逆に少なすぎると合格に必要な知識を身につけることができないで困ってますとちょうどいいバランスの講座ないんですかねって話だったんですねなのでビルドアップコースはその悩みに応えるべくちょうどいい講義回数を考えました このちょうどいい講義回数どれぐらいかといいますと、はい、2つのコースがビルドアップにありまして、えー、本試験後の12月から始まっていくフルコースとあと合格発表後2月から始まっていくスタンダードコースがあります。で回数がそれぞれ72回、66回でこの講義回数は、初学者向けのレックのコースパーフェクトコースよりも若干少ないんですね。 初学者向けよりも少ない講義回数で効率よくインプットとアウトプットを行っていくという形で構成をしています。まあ講義回数が少なくなっているのにちゃんとインプットとアウトプットもできますかっていうようにまあ質問を受けることもあったりするんですけども、あの例えば初学者向けのクラスでどんなことを話すかと言いますと、あの用語の説明から入るわけですね。善意とは物事を知らないこととかね、そういうことも説明するわけですよ。 でそれって学習経験者の方には必要ないんですよね。そういったものをこうぐっと省いて合格に必要なものだけ話していきますから講義回数が少なくなってもちゃんとインプットもできます。そしてインプットと連動したアウトプットもできますのであのー、講義回数が少なくてもそこは安心していただきたいと思います。これがまず特徴の1個目ですね。はい。では2つ目のポイントです。 1> 月1回のズームゼミや学習相談で誰一人取り残さないとあります先ほどもお話ししたとおり今期からビルドアップコースは通信講講座でも受講可能になりましたいつでもどこでも何度でも受講できるそれが通信講座のメリットですただこちらに関してはモチベーション保つのが難しいというデメリットもありますでそこを解消するために今期考えたのが月1回のズームゼミですねでこちらは 通常講義に加えて通学生通信生問わず全員参加型のの記述思考力強化ゼミを行う,というものですオンライン上に通学生通信生全員集まってもらってでこちらから提示する記述の問題これをみんなで向き合って考えてもらうとでそうすることによって自分と他の受験生の方とのこう進捗度合いもね測れますよね。 私は進んでるとか遅れてるとかいうことが分かりますしあとはこういったゼミを使って、えー、通信制の方もねモチベーションを保ちながら学習できるということになりますそしてもう一つお伝えしておきたいことは、はい、今これビルドアップコースの通学スケジュール出したんですけども。 基礎力再構築編例えばですね民法の1回目12月17日に始まりますでこちら通信生の方はいつ見られると思いますか実は生講義はズーム配信されますので通学生と通信生同じ時間帯で勉強することができますやはりこう自分で組み立てるの大変なのでスケジュールが決まっていると学習計画立てやすいですよねはいでもし このズーム配信を受講できない方は翌日にはネットに上がってくるのでリカバリーも素早くできますつまり通学生と比べて遅れるということが少ないんですねこういった点からも安心して勉強を続けていただけるかなと思っております、はい、そしてあの学習相談も、ね、実施をしていきます。 まあ、ここにはズームゼミの後と書いてますけれども、それ以外でも学習相談実証していきますので。あの、皆さんの、今の学習の条件に合わせたアドバイスができるかと思います。はい、次、三つ目のポイントです。一回三十分の復習専用講義で、学習効率アップとなります。これもよく受験生から伺う話なんですけれども。 1>, いや1回授業を聞いてもう1回しっかりと見てみたいんですけども1回の講義2時間半なので復習で、えー、見直すのは結構大変なんですと何かいい方法ないんですかねってお話なんですがじゃあ作りましょうと1回30分で A ランクの最重要論点と今年出題予想さする論点をしっかりと復習できるとこういった復習専用動画を作りました。 これがあることによって、隙間時間を活用して、合格に必要な知識を何回も繰り返して確認して、知識を定着させることができるという形です。これ、どういう形になっているかと言いますと。例えば、ビルダー・アップ・コーダー知識習得編の民法が、二十三年二月の十一日から四月の十五日までありますで。この講座が終わると、次、憲法に入っていくわけですけども、例えば。 はい、マストロン1ダイジェスト講義30分の復習動画民法は全10回つまり民法が終わって憲法の学習をしていく中で民法のダイジェスト講義配信開始ですつまり通常の講義で憲法の勉強をしつつ復習として民法ができる同じように行政法の勉強をしていく中で復習で憲法ができると。 つまりうまく活用することによって常に二三科目並行で学習することができるんですね。やはりこう一科目に集中して勉強した結果終わった科目の記憶が抜けちゃっていることもあったりもしますのでこれうまく大イレク活用すると常に、えー、主要科目をぐるぐる回すことができるという形なんですね。はいこれぜひ活用していただきたいと思います。では改めてこうカリキュラムを確認していきたいんですけども。 ビルドアップコースはフフルルとススタンダーードに分かれています。フルコースは本試験後の1ヶ月後ですかね本試験1ヶ月後12月17日土曜日から始まっていきますだいたい本試験終わって1ヶ月すると知識がこう低下してくるのでせっかく1年頑張ってきたことを無駄にしないためにもここでもう1回基本事項を確認しようという形ですねはいで、えー、年明けて2月からですね まあ、あの合格発表後のところからビルーダアップ講座の知識習得編が始まっていきます。スタンダードコースを選択された方は、この知識習得編からのスタートですね。はいで、今回この基礎力再構築と知識習得でま使、あ、用科目。まあ、一般知識以外はインプットが早めに完了します。つまり到達の確認もしですね。こちらがまあ7月にあるんですけども。 このの7月の到達の確認模試まででにインプット終わっているんですよ、はいでま、ずもう目標としてはこの7月のところまでに合格に必要な知識は全部習得をしておくと、ね、でその確認のために到達度確認を受講するという形です、はい、そしてその後はまあ一般知識の対策記述の対策文章理解の対策あとは卓越に関しても ある程度問題を解きながら自分の苦手箇所を確認するという形のアウトプット講座がありますのでまあこういったものを受講していただき直前期の模試を受けそして最後ですねはいこれ本試験の1週間前なんですけどもはいえ品質論点ラストチェックインがありますこれもやはり受講生の方から昔ご意見いただいたことがあってまあ 今までのデック講座は基本的にはだいたい9月ぐらいですね模擬試験の前後で全ての講義終わるんですよ。あとは自分で頑張ってねって形だったんですけども、こう最後の最後のペースメイク欲しいですとか、もう最後まで受講したい、ね授業を受けたいって方もいらっしゃったので、あのビルドアップコースは1週間前にも講座1回設けてます。こう最後の中受講も話した上で本試験にこう向かっていただくということもできますので、こちらもぜひ活用していただきたいと思います。はい。 でまあこの流れの中で先ほどもお伝えしましたけども一コマ三十分の復習用講義があったりとか、あとは月一回のまあ思考録養成ゼミがあったりします。じゃあこの講座どういうテキストを使うのかなんですね。はい、実はビルドアップコースはレックが基本的に提供している合格講座講義録は使いません。あの私があの担当する講座ですか、私が作ったテキストでいきます。はい。 あの私が全てあの担当する講座ですから自分で作ったテキスト自分で作った問題集を使って講義していきます。ちょっと画像が荒いんで少し見にくいかもしれませんけども、まあ、どういう形で構成してるか使いやすさにこだわったとあります。はい、例えばはと、まあんます。けども 基本的にこう予備校のテキストというのは重要度 A とか B とか C でつけてくれてます。え、それはただ卓逸の記述も合わせてのあのランク表記なんです。でも個人的にはこう卓逸の出る度合いと記述の出る度合いって違うと思うので、例えば重要度として卓逸と記述分けて計算しています。 そうなると直前期のときに択一用で勉強すればいいのかとかね、記述用で勉強すればいいかって分かりますからそういったこと形で需要度卓一と記述で分けています、はい。あとは繰り返し繰り返し短時間でテキストを確認していただきたいのでもちろん文章は文章でしっかり入れるんですけども基本事項は図表とかあのチェックポイントを使って、ね、こう視覚的に分かる形にしています。はい。 でちょっとレベルが高いところも経験者に関しては使っていただきたいので、まあそういったところに関してはこう発展論点という形で掲載しています。はい。あとはですね、こうテキストにこう記述マークを入れてます。ここが記述でって分かっていると復習しやすいと思うので、あのあらかじめテキストにこれ記述で危ないよってマークつけたので、これをぜひ参考にしてもらってあの記述対策をしていただくという形です。 そして、こうやはり、こうインプットとアウトプット、バランスよくやっていかなければいけませんから。例えば、テキストの右の方に、こう問題番号を入れてます。二十一年二十八の四って書いてますが、これ過去問番号ですね。あと、例えば、一の三のあとか、一の三のいって書いてますが、これ何かと言いますと。これは、あの問題集の問題番号です。はい、復習用で作った、オリジナル問題集の番号ですね。こちらつけてます。 はい、あの選択したりつけてるのでこの普通失踪特別失踪のこのテーマに関して1の3の「あ」1の3の「い」いですよと。はい、でじゃあそれに従って1の3っていう問題番号を見ると失踪選考が上がってますと。はい、で解説見るとこっちの解説にはテキストのページ入れてます。つまり、インプットのところで、 アウトプットでテキストトトから問題集に移るでアウトプットの問題の解説のところからまたテキストに戻るとこれ繰繰りり返返ししてききますすねぐぐるるるででんよこう通常テキストだと、まあ、こういったあの問題集の番号なかったりして自分で探さなきゃいけないとかあとは問題あの,の方の解説に該当のテキスト番号ないからそこを自分で探さなきゃいけないとか結構面倒くさかったんですがこれ全部まとめていきました。 復習しやすいにこだわってます。あと。やはりこう択一のテーマから、記述に回ってくることもあるので。これ卓一問題集として掲載していますが、卓一問題集でも、記述要注意っていう形で入れてます。卓一対策をしながら、同時に記述対策もできますよってことで、まあ、こう掲載してます。はい、どうでしょうか。あのこんな形で、あのテキスト、あの、すぐこだわりました。 ですので、きっとあの復習しやすいテキストとして皆さんに活用していただけると思いますので、はい、こいつをメインであのぜひあの合格を目指して頑張っていただきたいと思います。あとは月一ゼムの教材についても確認しておきたいと思います。はい、え月一ゼムは記述対策です。記述の回答に必要な知識をちゃんと習得できているかどうかを確認できるような問題を提示します。まあ。 これれ事前に教材でで、配っちちゃゃうと見いいますからね、意味ないの,であの当日 Zoom のゼミの中でこうバッと画面出してでその場で考えてもらうと、はい、でこれ答えてもらいますからかなり緊張感を持った状態になると思うんですね。なのでこの状態でゼミに参加すると新しい発見とかモチベーションの維持向上が期待できるとで講義中はああでもないこうでもないって考えてもらってあと復習の時にまあ 解説を見れるようにはしておきますつまりダウンロードする形で解説は提供していくのでこちらを見てしっかり確認をするとでさらにこの解説にも普段使っているテキストのページ番号を入れておきましたから常に先ほどもお伝えしたこの知識習得へのメインテキストに情報を集約できるととにかく使いやすいにこだわって作っておりますんでうまく活用していただければと思います。はい えということで、まあ、短い時間でありましたけどもビルドアップコースの説明を置いていきたいと思います。本当はもっと話したいこといっぱいありますけどもちょうどいいがコンセプトのコースですから、まあ、ガイダンス違反もちょうどよくあのまとめました。まあ、概要を今回の動画で把握してもらって細かいスケジュールですとか受講論についてはホームページもしくはパンフレットをご覧いただければと思います。あと私のブログの方でもさまざまな情報を提供していきますのでそちらもぜひチェックしてください。 2023年の絶対合格に向けて、えー、頑張っていきたいと思う方一緒に勉強していきましょう。よろししくお願いします